西さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですが、いかがですか。そうですね、主導権をね、早めに取りたいですよね。さあ、どちらがその主導権握るんでしょうか。はい、インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット。バッターは3番山田。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。前の打席はちょっと不甲斐なかったですよね。ここは挽回したいですね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。引っ張った、あっと強い当たり弾いた。ボールを拾ってスワローズチャンスになりました。ノーアウト。引っ張った、ライト下がる、抜ければ先制ですが、セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。スワローズ1点を先制しました。フェンス直撃のタイムリーヒット。1対0、スワローズなおも三塁一塁のチャンスです。引っ張った、取った、ホームに送球。ボールが落ちている、落ちている。サードランナーホームイン。一塁蹴って二塁に向かう。スワローズ1点追加します。相手のエラーでの得点、2対0になりました。スワローズ2点リードとなり、打ちました。高く上がった。ぐんぐん打球が伸びている、伸びてサードランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。スワローズ1点追加します。ご覧いただきましょう。タイムリーが出て点差を広げます。変化球でまず空振りです。真ん中打ちました。わずかに左に切れました。ファールボール。外の低め見極めます。空振り三振。ランナー返すことができませんでした。初球は何から入ってくるか。やはりピンチですから初球も慎重になりますよね。2球目打ちました。ヒットになった。サードランナーホームイン。スワローズ、ご覧いただきましょう。タイムリーが出て点差を広げます。初球打ち、これはどうか。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。スワローズ1点追加します。見事なタイムリーヒット。5対0、スワローズなおも三塁一塁。まずはボールから入りました。打ちました。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁でストップ。スワローズ1点追加します。ここは当然という交代です。打順は2番青木。今日はここまでマルチ安打を記録しています。当たってますね。ここも打って猛打賞といきたいですね。すさまじい集中力を見せています。スワローズこの回は打者一巡の猛攻となっています。さて西さん、この青木対左ピッチャーはどうなんでしょう。特に左ピッチャーが苦手という印象はないですね。そうです。引っ張った、これ一二塁間を破る。バックホームする。サードランナーホームイン。スワローズ1点。打順は3番山田。さっきはしぶとい内野安打でしたよね。はい、やはり足が速いと有利です。引っ張った、これはどうか。三遊間抜ける。サードランナーホームイン。スワローズ1点。打順は4番村上。先ほどの打席で先制のタイムリーを放っています。いや、いいところで打ってくれましたよね。はい、初球打ち。この打球は落ちるか、どうだ。ワンバウンドヒットになりました。二塁際どいが、これはセーフだ。打順は5番オスナ。ヒットで満塁としています。さあ、まず1球目打った。レフトに強い打球、レフトオーバーのヒットになりました。サードランナーホームイン。セカンドランナーも今ホームイン。追
点が入りました。ヤクルトスワローズ、レフトオーバーのタイムリーヒット、10対0、スワローズ。打った、レフト追う、センター追う、頭上ぐんぐん打球伸びて、スリーランホームランが出ました。大量リードさらに広げる大きなスリーランホームランになりました。初球でした。しっかり引っ張った当たりはスタンドまで届いています。ここ一番の集中力が光ります。7番バッター中村、スワローズホームランで得点を挙げています。いや、西さん、素晴らしいホームランが飛び出し、打ちました。ヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。カープピッチャーが、バッターボックスは8番本山、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、勝負強かったですよ。初球打ち高く上がった、さあどうだ、ライトオーバー、セカンドランナーホームイン、スワローズ1点追加します。ライト、さあバッターボックスには先発の奥川が入ります。まあここで追加点が入れば自分が楽になるわけですから。初球打ち、これはショートの左抜けました、ホームに送球する、これで3打数3安打の猛打。初球甘いコースの変化球ですが空振りになります。インサイド落ちました、この当たりはどうか、ヒットになった、サードランナーホームイン、スワローズ1点。バッターボックスには2番青木、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、勝負強かったですよね。はい、ここは気持ちも乗ってると思いますね。はい、この打席も期待しましょう。次が3球目、打ちました、取った、二塁送球、セカンドフォースアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。しかしこの回スワローズ鮮やかな攻撃で先に点を取りました。3回終わって15対0、スワローズ先制。